こんにちは、ヨネちゃんです。今回は北海道グルメ、新鮮で美味しい居酒屋さんの紹介動画となります。札幌市北区の麻布近辺でニトリの札幌本社さんの向かいにある居酒屋、レトロなゴリラ麻布店さんです。明るく目立つ外観で入ってみたくなりますね。ドアを開けると元気な声とゴリラがお出迎え。北海道弁のうまいっしょというお店も経営されているようです。店内は広く、テーブル席のほか小上がりの掘りごたす席もあって足が楽でした。壁にはね、いろいろとポップが貼ってありまして、どの、メニューにしようか楽しみながら選べます。飲み放題メニューは2つあって、2時間880円は生ビールを頼む場合は1杯ごと追加料金がかかるそうです。ビールオンリーの方はね、このゴリラコースっていう方がいいみたいです。それではこのお店のメニューを紹介っていうか、私が頼んだメニューを紹介してきます。こちらはチーズフライ、あったかチーズが好きです。あん肝、これ大好きってわけではないんですが、メニューにあると時々食べたくなりますね。鶏わさ、居酒屋さんでよくあるメニューではないんですが、鹿児島に行った時にこの地鶏系の料理が忘れられなくて、あるいはこちらも頼んでしまいます。生姜が効いて美味しいですね。はい、こちらはアスパラの天ぷらです。北海道のアスパラっていうと確か6月か7月頃だったんですが、このアスパラね、産地はわからないんですけど、筋がなくてね、柔らかくて良かったです。はい、こちらは熊本産の極上馬刺しと、馬刺しの醤油ってね、ちょっと甘くて濃い味がしますよね。理由があるのかわからないんですが、馬刺しに合っていてとっても美味しかったです。4月下旬ですので、山菜の天ぷら、タラの芽とかウドとかフキノトウが入ってましたが、私は山菜ちょっと苦手なので家族が食べてました。はい、焼き牡蠣です。牡蠣ってね、好きな人とこうダメな人はっきり分かれますよね。生もね、虫も好きなんですが、私は焼き牡蠣が一番好きです。はい、悪い例ですが熱いので注意して食べましょうね。ジューシーな海のミルク、牡蠣は栄養満点です。はい、続いてだし巻き卵、これはね、いつどこで食べても美味しいですよね。はい、これは居酒屋さんでは珍しい空豆です。豆がね、大きくて、あとね、マヨネーズとの相性やっぱりバッチリでした。はい、そして北海道でサラダといえばラーメンサラダ、こちらもごま系のドレッシングに、刻み海苔がね、いい味を演出していました。このラーメンサラダって、いつ食べてもね、飽きなくて、ラーメンサラダ本当に最高だなと思っています。その他にイカ焼き、あと人気ベスト3に入っていたこちらはチーズ豆腐です。そして椎茸バター焼き、アボガドのエビ春巻き、そしてフライドポテト。ポテトはね、私どちらかというと塩味で、ケチャップは基本つけませんと言いながらちょっとつけてました。はい、あと LINE 登録の特典で出てきた卵とウニバター巻きなんですが、これ通常メニューにはね、ないそうなんですけど、このウニバターめちゃくちゃ美味しかったです。はい、今回は以上となりますが、皆さんはね、好きそうなメニュー、美味しそうなメニューありましたか？家族がね、何度か行ってて、私自身は今回初めてだったんですが、とってもいいお店でした。気になる方はね、ぜひ今度行ってみてはどうでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。